はい、どうも、猪瀬ゆうやです。はい、ということで、まあちょっともうここにもラインナップしちゃってるんですけども、私この間あのイベントで北海道行ってきまして、王様ジャングルっていうイベントでね、あのプライベートで行ったのもね、1回ぐらいかな。本当に北海道に住まれてる方も来てくださったり、僕らと同じく東京からとか大阪から来たよとか、なんかいろんなところからね来てくださって、本当にめちゃくちゃ嬉しかったです。まあそういう話しつつ、ちょっとまあ一部ではあるんですけども、北海道土産をね、せっかくだからまあその北海道の思い出を語りながら食べようかなっていう。意外といいねでこういう曲やってないよね。してないね。ない初ない、やってないの。そう、そしたらたまたまね、王様ジャングルの後の4日後ぐらい、3日4日後にあのいいねの撮影があるってなったんで、これはチャンスだと思って、今後はこういうのもやっていこうと。やろう、なんかこうイベントどっか行ったらこういうの食べたりとか思い出振り返ったり、それでもやろうということで。俺らもついてっていいってことですか。本当だから来た、来なくて大丈夫です。来なくて大丈夫だから俺が買ってくるから安心して俺らも現地で帯同しないで。びっくりした俺、飛行機で北海道着いた時におーいって言われてカメラ向けたら俺も震えるからそれだけはチェックしたいし、俺らそれだけはやめてほしいちゃんと持ってくるからこうやってってことで早速ね、ちょっと今もうねキンキンに冷やしたのよ。やっぱ札幌クラシックじゃない、ビールででん。ビールも冷やしたの。もちろん冷やしてきました。北海道限定っても書いてあるからね、札幌クラシック。じゃあ1本僕の1缶飲むんで、ちょっと皆さんどうです、2缶あるんで、あのコップに入れて飲んでくださいよ。どうぞどうぞ。ちょっとじゃあみんな、はい、入れて入れて。北海道いい音。ちょっとじゃあ、まあ今日も実はあの他の撮影もしておりまして、まあそれのまあ締め的な感じで、じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。乾杯。パワーカップ。うめえ。やっぱ美味しいわ。なっぱうまい。札幌クラシック最高。ってことで、おつまみもねちょっとね、あのなんか合うんじゃないかっていうのをまあ3個ぐらい持ってきたんで、せっかくなんで皆さんもどうなんだろうね、北海道の方にとってはよく食べるってものも入ってるのかな。まず1個目、ででん。こちら焼きとうきび、札幌おかき、かわいいトウモロコシみたいな感じで、あ、実際にトウモロコシ入ってるんです。入れまーす。よいしょ。めっちゃいい匂い、トウモロコシのいい匂い。あいいねいいねいいね。はい、ちょっとじゃあどうぞ。ほらトウモロコシ入ってんの。どうですかねこれ、ちょっとイエーイ、こんな感じでーす。うまっ。早、もう食ってる俺も食べる。いただきます。あ、トウモロコシの味だ。うまっ。あ、うまっ。コーンポタージュ、うまっ。あ、だからね、コーンポタージュっぽい味するね。酒に合うわ。おいしい、これこれなんかさ、止まんなくなるやつだね。無限に食えよ。次、甘い系に行けば、こちら。でもこちらちょっとのめさんのプレゼントなんですけど、じゃあみんなで食べよう。大王道だね。こちらは白い恋人でございます。ああかわいい。確かにこれは本当お土産として見て、ほらめちゃめちゃ、めちゃめちゃかわいい入れ物も。あ、久しぶりに見た。でも久しぶりに見た。ハッピーバースデー、どうぞ食べてください。めっちゃ懐かしい。でも本当になんかこのパッケージは見たことあんな。ばあちゃん家で見たことある気がする。広瀬くんの顔隠すのにちょうどいい。ごめん、そう隠していい。今、ゆうやの、今、ゆうやの顔が白い恋人になってる。ゆうやがもう白い恋人になってる。疲れるのこっちは。うまい。やっぱ愛されるだけあって、うまいわ。牛乳飲みたくなる。うまいね。さっきのトウモロコシのやつ、交互に食べたい。しょっぱ甘、ちょっぱ甘。無限に食える。じゃあこの、今甘い口、うん、しょっぱに変えよう。うん、これもね、くんじゃが。うまそう。これもね、北海道って書いてある。ポテチ、うん、ポテト。えー、見てかわいい。でーん、あ、すごい匂い。めっちゃ燻製されてる。なにこれ。いただきます。うまっ。味は塩なんですか。うわ、すごい。これすごい、これすごいわ。
わ、匂いすごい。味が塩だからしっかり燻製のもうダイレクト。マジ匂いさすごいね。全然思ったより本気の燻製。しかもザクザク、うめ。北海道産ジャガイモをじっくりフライ、ウイスキーなどの洋酒樽から作られたオークチップでしっかり燻製しました。ザクザク食感が楽しい薄塩味の燻製ポテトチップスです。これはもう酒だね。すごい、めっちゃうまい。全部のポテチこれにしてほしい。硬さはさ、あの同じカルビーの片揚げポテト、ね、あの味、あの片揚げの感じ、これをめっちゃ燻製にしてる感じです。これうまいね。うまい、確かポテチを燻製ってすごい。本当にさ、ラフレグとかアードルとか、あー、合うね。もうその感じの燻製だよね、ウイスキーのね。うまい。はい、ということでじゃあ今日ラスト、やっぱ北海道といえばスープカレーよ。実際私もスープカレー食べさせていただきまして、素揚げっていうあのもう超有名な、うん、めっちゃくちゃうまかったね。もうね、スタッフさんもここのスープカレー食べたらもうやばいっつって、もうめちゃくちゃ美味しかった。いいな。ってことでスープカレー味、黒の匂い。うわー、スパイシーカレー。うわ、ほんとだ、カレーの匂い。すごい、こういう感じだ。じゃがいも、もうホットフライみたいな。ほんとだ、すごい。うわー、うわ、いい。え、結構いい濃さ。すごい、うまっ。結構さ、あんまり食ったことないレベルの味です。うん、うまい。でも確かにスープカレーの味だわ、これ。なんか、野菜とか入ってるね、風味が煮込まれた風味。確かに美味しい。しかもこのザクザク感が硬、ね、感がめっちゃうまい。いい音、みんな。この音カルビすごいな、止まんない。うまい、うまい、うまい。これはビールだわ。じゃあラストはさ、もう最初から登場してもうこちらに鎮座しているデデーン、アサヒメロン。なんか茎がこう普通こうやってピンってなってるんで、で一番の食べ頃がこうやって横向いてこうしおれてきた時が一番食べ頃だから、見てこの斜め具合、その一番食べ頃、真似してみて、斜め具合顔でどういうことやねん。これなかなか一人で食うのはね、ちょっとあれなんで、せっかくだから今日みんなで食べようかなってことで、メロン食べよう。イエーイ。包丁ありますか。あります。やばい、溺れちゃうよこれ多分。溺れちゃう、あー、もったいないこの汁。いや、メロンの断面半分、やばくない？チュク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 、やばいよ。垂れちゃう、垂れちゃう、つけて。ここで持ってるから、ここで。すげーよ、もう垂れそうよ。はい、じゃあちょっと切り刻んでいただきます。わーわーわー、もうすごい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 、あー、キラキラキラ、あ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 、すごいすごい、いただきます。なんだこれ、うまっ。あー、汁が全部取れちゃうよ。もうジュース。ほらもうゴクゴクって言ってんだよ。どうか、こんなに美味しいおメロン、北の大地に感じて見たことないわ。僕今までで、あの距離感でお話したの多分初めてで、いいねのさ、アクキーとかいっぱい持ってきてくださって、これこの広瀬で見てますと、そう、あれを買ってくださる方がいたのよ。もうあれも嬉しかったしね。ということでちょっとこの北海道土産を魚にいろいろお話しさせていただきましたけど、まあ本当めちゃくちゃ楽しかったな。もうすぐもう一回行きたいっていう限りでございます。もう行きたいね、いつかいいねで、いいねで行こう。そうだね、いいねで北海道一周。そのためにさ、まあ、すごい広瀬さんから確かに、あの今撮ってる時はあの我らが大プロデューサーの阿部さんの誕生日ですから、ちょっとバレちゃってるよ。メロンにやばいやばいやばい、垂れちゃってる。早く早く、はい、おめでとう、ナベさん、どうぞ。イエーイ、これからもよろしくお願いします。やばいやばい、垂れちゃった、垂れちゃった。カメラの前に映る。イエーイ、おめでとうございます。メロン、メロンよ、メロン37ちゃん、メロンお祝い37ちゃん、食べてみてください。
美味しい？どう？早っ。待って。うわーすごい大きい。それいい、それいい。うん。簡単の声。ということで、こういう感じの動画もたまにやるのいいんじゃない？って思う。なんかイベントあったり、どっかこう地方のイベントあったりロケがあった時はちょっとこういう感じでお土産買ってなんかトークしていきたいなと思います。三回に一回ブラボーついてて。いやダメです。一回は貸してほしい。そうだね。こっそり一回は一回は。すいません。ちょっとマネージャー今日3人ぐらいそれと同じようですか。マネージャーっていうカウントなんだけど。なるほどね。マネージャーとしてずっと俺らが SP みたいなこうやって周り守るから逆に怖いのよそれすいませんすいませんいやですいやです、この動画が良かったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。北海道最高だったぜ。また遊びに来てね。バイバーイ。あ、こっちか。バイバーイ。